はい、第2回アリーナ大会ということで、今度はスウェインとあれにやっていきたいと思います。オーケーオーケー、どうしようかな。ブラックリーコ溜まってる溜まってる。あ、 PC の方でもできるんだって。大丈夫だって。オーケーオーケー。でもね、全然溜まらんよ、言うて。どうなん、これ何、うん、何これ。え、これあの視界取れるやつ。曲見とった。ナイスラッシュ。いいえ、あとは任せろ俺に。え、俺ゴースで逃げる。死にたくない。ナイスー、ナイスアシュトニーラが殴り合ってる。俺たち最強かもしれん。え、終わりだいや俺たち強いぞ結構。いや強い強い。二人でこの耐久力を生かしながら、うん、なんだこれ。力戦の知恵、レベルが速度に1増加し、1ラウンドごとにレベルが増加で1増加する。自分のレベル上限がなくなる。これじゃない。お抱え運転手、味方にくっつき自分の意思では移動できなくなる自分の増加移動速度が味方にも付与されるようになり、自分はスキルエースの攻撃速度が増加する。いやこれあんまり相性良くないな。変えよう。歴戦の知恵最強きた。ナイスコメント。エウレカ、エウレカにした。あっ、選んだから俺待機場でスタック食べれんかった。あ、これ最初引いたらめっちゃ強いんだ。なるほどね。あっち、俺5レベルやん。俺ウルトあるで。え、俺4、え、なんで俺4レベルだ。俺ウルト覚えるやつ。いくよ。ナイス。ここも最強じゃない俺。え、最強やんこれ。無敵のやつだ。これ、あれか、あれ俺と終わっちゃった。逃げることしか方がないやん。なるほど、レンジだとこういう感じになるのね。うん、これまずくね。出た、頑張って。足がうざい、だいぶ。いや、ミートリに行くか。いや、ナイスナイスナイス、でかすぎ。いや、ナイスすぎ。いや、惜しい。レンジが。あいつ足速い。え、やばい、バリアつけてる。あ、いや、それきつ。いや、普通にきついなこれ。わー、いやー、レンジ強え。また俺ウルト速すぎたな俺使うの。確かに。ウルトもゴーストも速攻切っちゃったから続きはでも1レベルみんなより高いよ。え、そんなことない。いや、高い高い。俺7レベル。それ取ってるやつが高いわ。え、これレベル高いのクソ強くね。え、強い。もう行くぞ。なんやねんこれあ、レンジは後半空気になるんだ。了解了解。あ、なるほど。最初だけね。ニーラムンドやね。オッケーオッケー。俺7レベルやで。強い。早く取るわ。 あいつら上のやつ取りに行ってる。右にもあるわ。右の取ってくるわ俺。オッケーオッケー。右上ので。これミニマップないのつらいんだよね。ソロでやった時さ、味方の何してるか分かんないから。確かに。ここの狭くなってさ、レンジいる時は。え、てかこれ普通にニーラやりにかん。これスロー入れるよこれで。これ余裕、レンジダムできんやんレンジダムできんやん。え、ニーラ弱っ。俺ら強くね。いや強いえ、てかクリセプいいな。クリセプ入った瞬間もう何でもできる。いや、これ足速くするか。王剣でもレンジぶっ殺しに行くか俺。王剣じゃねえや、ヨウムで。俺も9やで、レックス君。いや強くないそれ。レベル差ありすぎる、ちょっと、うん、最強やん。誰だこれ。あー、アッシュドンバイトのとこだ。さっきのとこだ。ゆっくり行こう、ゆっくり。オッケー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 。あれ集めつつ、スロー入れた。あ、これ入るわ。オッケー。あー、もう空気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 レンジって何ですか。こんにちは。どこにいるんだ。僕のスローから逃れられないよね。やべえ、これ勝ちだ
サーチの流れ来た。やばい、これ相性良すぎるかもしれん、スウェインとエイトロも、うん、スローでも相手逃げれないからね。クリセブ入れてくれたらだって俺がもうあと敵と殴るだけでしょ。うん、俺フラッシュインゴーストでも追いかけるわ敵。自己犠牲、無尽蔵のスタミナ、移動中回復するやつあるよ。マジ？大体5回スタックする。移動スキル使用後物理攻撃が15。うわ、これどっちが強いんだろう、無尽蔵のスタミナと無作法の着替え。無作法かな。無作法にしよう。あ、じゃあリロールできるんだったってのも、もう何回忘れんねん。え、でもね、それでリロールしてクソだった時があるから。確かに。これさ、まずさ、安牌なるとか言う。移動スキル俺ね、まず打たないと回復、強くなんないから、ちょっと一回ここでスタックさせよう。これ右、ここの右と、まあ下のやつもあるけど。アムも使ってるわ、これ。やばい、痛すぎる。大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺最強。いや、ごめん、俺死んだ。もう俺も最強だ。いや、ナイスや。いや、助かる。もうウルトねえよな、お前の。お前、ウルトねえよな。なんだ、お前、このクソ豆。ナイス。おい、ダメージ入れろよ、おい。おい、おい。えー、ナイス。俺たちまた1回しか負けてないよ、うん、99。これいけます。これいけます。お手かな。俺マジで固くした方がいいな。俺これさ、もうグラトナスいて、もう回復しよう、どんどん。さすがに固定か。歴戦がマジで強すぎる、これ序盤に続いたの。ウルト2回で使え、2回使えるオーグメント欲しい。え、俺もう取ってないよね、まだそれ。な、自分ないぞ、そんなあるんや。まずはこれ、ブリンクでスタックさせる。これ、瀬戸やね。だってこれまたニーロやん。うん。オッケー！オッケー！オッケー！ナイス！いや、強い！え、てかレベル13なの？え、レベル14なの？エグいって。だって俺強すぎるかもしれん、ちょっと。え、マジでやばい。え、エイトル強いの結構。これ見て、このレベル、エグい。スウェイン狭くなってから戦っても強い。待って、今の敵誰だった？アカリアムム、アカリアムムだ。ナイス。あー、もう強すぎる。なあー、強すぎる。いいだ。あー、俺たち強すぎる。俺が多分フォーカス最初に受けて硬いから耐えれて、うん、その間にもうエイトロックス大暴れしてるもんな。でもこれやっぱ最初にスタック食べるの大事だな。俺このまま移動で、ああ、ちょっとゆっくり戦いたさはある。鉄氷キャスリング、オーマップルーティーン引いた。うわ、どっちがいいんだろうこれ。自分と味方の位置を入れ替えれるってのあるけど、いる？これ、あ、リロールしよう。これさすがに弱いわ。俺あの最初棒立ちにしてさ、なんか歌うと、うん、どの能力値めっちゃ上がってくやつ引いた。勝手にスタックして。でこれ最初戦いに行きたくないな。オッケーオッケーオッケー。俺ブッシュ入って、ブッシュが手前の方で歌歌ってたい。オッケーオッケー。俺もスタック貯めたいから最初。オッケー。え、そう、歌歌ってるの？うん、そう、今めっちゃ強くなってる俺これで。俺も今3スタック。お前でこれエイトロと相性良すぎるこのスキル。え、てか レベル17ってどういうことなんそれ。いや、だから1回ずつもレベル上がってくらしい俺。あ、そうなんだ。ニーラは、ニーラ空気だからさ。OK。 やっぱエイトロが強すぎる。あ、マジか。
勝てるな。勝てるな、これ。余裕だな。余裕だ。レベル17エイトロ強すぎ。やば。最後、アッシュバイやな、これ。最後、AR 積んだほうがいいな。GA 積んどくか。うん。GA とか。リデンプいる？いや、リデンプいらないかな。アーマー系積めるんだったら積んだほうがいいかも、シンプルに。俺が最初耐えるわ、俺ガゴ積むから。オッケー。レクスカ後からでいいよ。俺が先入るから。オッケー。まず歌うよね。俺の拾ったオーグメント何が強いかよくわからん、これ、これで。何？バレた。来てるわ。ウルト使ってきた。オッケー。え、大丈夫？うん、大丈夫。待って、やばいやん。ちょっと待って、全然やばく、全然大丈夫じゃないやん。でもね、ウルト二人ともない、ウルト二人ともない。普通に勝てるもん、これ。あ、死んだ。そう。俺もう全部受けた、敵の攻撃。これ。GG。もう勝ちです、これ。レンジ弱すぎ。レンジゴミすぎ。いやマジでやばいね、レンジ。最初にあのレベル上がるやつとんのマジで強いわ。エイトロダメージやば。てかレンジなんか序盤も言うてそこまでパワー感じないのにさ、後半これだともう終わってるやん。レンジ12キル1ですか。やべえ、おもろ。このモード面白いね。最初にあれを積むのが強い、レンジはクソ弱い、タンクが強いで、オーグメントの引きが大事ってこと、皆さんね、はい、ご視聴ありがとうございました。終わりのクソ思いでやってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくねー。